号砲鳴って11レース1次予選最終組スタートです。外側の選手の動きを見ながら、ここは1番車神奈川隊と受けて立つか先頭員を追いかけます。2番の伊藤佑樹、4番隅亮奈、内側3番岡本秀幸です。5番の小川雄介、9番西村浩太、6番岸川哲也、8番高木和人、7番車松坂雄介、9番手1番後ろです。1周回3コーナー、5番の小川雄介が1番神奈川の番手上がってまいりました。後方からは8番高木和人も、ここは同系の小川雄介の後ろに位置を上げてまいります。4分線の中、圧倒的な人気の地元九州地区3人が前受けであります。4番の隅浦が4番手キープ、これで6番の岸川哲也が上がってまいりました。近畿が4番手5番手です。三重コンビが伊藤佑樹、西村浩太で6、7番手、後ろ詰めが南関東勢7番増坂雄介、3番岡本秀幸。2周2コーナー、3対2対2対2対列固まりました。受けて立ちます1番の神奈川タイトです。今年は記念初ぶりも含め2度の優勝があります。バック6本、番手は5番の小川雄介、今年は3回の優勝があります。ラインの3番手を8番高木和人、九州3番手固めます。近畿勢の動きがこのレースで1番のポイントになるか、4番の隅亮奈が今日は前を務めます。どういう立ち回りを見せるか、自力持った6番の岸川がマークいたします。6番手から2番の伊藤佑樹、今月は和歌山の開催は2連勝で決勝に勝ち上がっています。同県9番西村浩太は先月福井で決勝進出。8番手から7番松坂雄介、今季初めて S 級の舞台に上がってまいりました。バック11本、番手は自力も持っている3番岡本秀幸、南関東勢後ろ攻めであります。3周回目の3コーナー、8番手9番手は松坂岡本、南関東2人がレースを動かします。三重勢の横を通過、近畿勢の横も通過、本線の神奈川のラインを抑えに行きます。打勝の周回、1番の神奈川どの位置まで下げるか、中段か、いや後方前もこれは下げさせるか、いや7番手を嫌ったか、5番手の内で粘ろうとして4番車隅亮奈が抵抗します。5番手6番手並走です。1番の神奈川がこだわるか、打勝を迎えた7番松坂流しています。松坂まだペースを上げています、流しています。1番の神奈川、5番手の内側、近畿勢が激しく外から抵抗している。運命はクソだが踏み勝った、神奈川サイドを踏み勝ったが、小川選手は連結離れてしまった。5番手から1番神奈川が1人でまくる、今度は3番手から2番の伊藤が合わせる、伊藤のバックに1番の神奈川が乗っていけば、9番西村抵抗、前は7番松坂の先行、2番の伊藤がまくりきって、後ろは1番9番並走だ。5番の小川もなんとか追いついた、2番手もずれてる、1番神奈川がここはなんとか振り勝った直線コース、2番伊藤先頭、伊藤神奈川追い込んだ、1番2番並んだか。5番の小川3着入線、最後神奈川執念で逆転できたんでしょうか。最終ホーム仕掛けた時に小川選手が離れ、三重勢が激しく抵抗しました。西村も抵抗を乗り越えて、最後伊藤佑樹をなんとか神奈川捉えて、1番2番5番の入着であります。神奈川隊と伊藤佑樹、小川雄介の上位3車、あと6枠両者、8番9番の4着争いはどうでしょうか。上位は1番、2番、5番でお伝えいたします。11です。決定放送お待ちください。